世界一の太極拳大会が今日あるらしくて、始まりました。前回に引き続きこちらですね、中国にやってきてます。そして今回隣にいるのは武術のチャンピオンたちなんですね。今回の企画なんですけども、そういったですね、なかなか多分普段聞けないような武術の世界で、ただ武術じゃなくてやっぱりこう今日出てくる人たちもお金持ちなんですよね。ってことは今日のテーマは何かというと、一つこの武術とお金っていう、その成功っていうのは何か繋がってる部分はあるんじゃないかっていうところで、せっかくだからもうチャンピオンに直接聞いちゃおう、お金持ちになる秘訣、成功する秘訣をというですね、ちょうどやっていきたいなというふうに思います。ってことで何やってる人も最初に多分聞いた方がいいと思うんだよね。まあすごい先生なんですよ2人とも。じゃあ一人ずつ聞いてみましょうか。じゃあちょっと自己紹介の方お願いします。我叫李俊峰，原来是北京武术队的主教练，后来又做菲律宾国家队教练，现在是在美国，原来在一个中医药大学里边做老师。中医さん先生だって聞いたんですけど、じゃあ次行きましょうか。我叫赵长军，那个六岁开始起舞，1984年成为陕西武术队的教练，1991年成立了第一家以个人名字命名的武术学院，现在这所武术学院呢也在美国成立了美国。成功の秘訣とかうまくいった秘訣って何だと思う？在北京武术队呢，我自己认为成功的秘诀是要抓好基本功的训练，基本功和基本动作。基礎をとにかくやると。抓好基本功的训练，基本功和基本动作，这个不是说训练的时间要长，或者说练的要多，最关键的动作规格。え、どういうこと？長くやっていけないと。规格，那个动作要标准，要正确。你比如说。说我们有时候介绍我们的经验给别的教练，说我们重视基本功，就最简单的一个踢腿，比方蹬踢腿，说你每天学生每次课踢多少次啊，我说30次，不是说30次，30次不是说因为开始踢一直踢30，每一腿每踢一下，它是姿态是怎么要求的，神态是什么呀，这个体态是什么呀，手是什么呀，踢的速度是什么呀，要正确，不是说次数，踢的次数就对了，这是关键，包括是什么步伐的训练呢。なるほどね。まあ小さなところを一つ一つしっかりと見て、それを良くして改善していくことによって結果的に大きな結果が生まれると。ただやみくもに長くやったらいいってもんじゃないっていうね。聞いてみましょう。どんどん張先生の方に。你刚才谈的这个话题，在中国也很多武迷问我同样的话题。我说，你们见过西安凌晨4点5点钟的太阳吗？我说的这个意思就是说什么？当他们还在睡觉的时候，就是我的吃苦、努力，肯定是比别人付出的。もうみんなが寝てるような時とか見えないところでどれだけのことをやってるかっていうのがすごく重要になってくると。ちょっと聞きたいんですけど、なんか他の人と自分が違うなって思うことってなくないですか？每个人的这个情况都是不同的，有的人可能比我付出更多，不一定成功。这个就是天时地利人和。你很努力，你没有碰到一个很好的老师，哎，你的老师很有水平。你自己不努力也是白搭，也没有用，哎，所以这个都是很多的这个因素促成了一个人的成功。哎，你的老师很有水平，你自己不努力也是白搭，也没有用，哎，所以这个都是很多的这个因素促成了一个人的成功，特别是对一个运动者。なるほどね。なんかただ一つのことをただやみくもにやるというよりもは、だから全ての要因とか環境っていうのを全部まあ見た上で、まあ、全ての要因を上げていくって感じですね、イメージ。ただ努力するだけじゃなくて、出会う人を変える、環境を変える、
まあ、そういったものを全部変えていくっていうのが大切だと思います。逆になんかいい先生とかあるんですか？我自己感觉可能是这样的。作为我特别喜欢教学的方法。所以我们做教练的一个是要钻研教学方法，从不会学到会。第二个就是训练方法，训练方的方法这个很复杂，不同的拳手有不同的练法。最关键的是我自己从上学的时候，每个老师都有他的优点和缺点，所以我就把每个老师的优点，比方我很多教学方法可能从优秀老师那里学，好的地方我就把它如何运用到武术训练，以至后来说怎么和武术的特点相结合，运用人类科学的训练方法。ってことは李先生は各業界のエキスパートの人たちのそのうまくいってるところを全部分析して、そのうまくいってるところを一つにまとめて自分のオリジナルを作ると。ってことは他の業界でも学べることはいっぱいあると。だからまあこれを見てる人も自分のその狭い業界だけじゃなくて、まあ日本も結構多いんでね、狭い業界のね、まあ、YouTube だって YouTube の中でしか戦わないからね、バカなんですよみんな。見てる人、若い人たちも結構見てるので、若い時にやった方がいいこと。任何運動啊，它都有这个足球运动，大家都知道现在的梅西、C罗，在通往成功的这个道路上有很多很多的这个因素。我的意思就是说，不要盲目的，我一定要成为拳王阿里。就是说，你做好自己，你要百分之百的去努力，不是说我非要，也可能你努力了，主不相助你，你也成功不了。去努力，这个就是说，就是百分之百努力了。憧れの人がいても必ずしもその人みたいになるというんじゃなくて、あくまで自分自身の自分のことを考えて自分進むべき道を見つけるっていうのがいいよと。なんかお金と武術ってなんか関係あると思う？这个问题啊，可能每个人和每个人的人生观不一样，或者价值观不一样。对于我来讲，任何事情都和金钱有关系。你没有一个经济基础，很多事情都没法搞。所以要重视金钱。但是第二点呢，并不是只有金钱才是万能的，这是现在很多人应该重视的。因为第一个，谁都重视金钱，这是必然的。谁也不会否认，没有一个经济基础，一切都变不了。我们叫不说金钱，你富有还是不富有？如果说怎么通过这个武术让自己有一个好的人生，好的人生首先经济上要有保证。因此呢，就是几点。第一点呢，首先自己要学好，一个是要或者到学校学，或者要找好的老师，找好的学校，这好的老师和好的学校，首先老师的责任心要强，老师要懂得这个科学的方法。第二，自己练好了之后呢，理解别人啊，或者其他人，也是利用武术作为成为一个电影武打演员，这个自己的经济收入自然就高。但是要有一个长远的利益的考虑，要用自己学到正确的东西去发扬。有很多人呢是靠吹大话，这个不行，这个也是很重要的一个。你可能暂时你是非常高的大话。最後の質問しましょうか。カメラに向かって最後見てる人一言メッセージ。希望大家首先放松你的身体，减少你的忧虑，有一个高兴的情绪，过一个快乐幸福的人生。ということで、今回はですね、中国トップの武術の先生、武術でお金持ちになった2人と、そして武術でお金持ちを作った2人ということで、今2人アメリカで住んでるんですよね。かなり貴重な機会をいただいたってことで、多分これは日本の YouTube で初なんじゃないでしょうかっていうか、まあこれ中国だったらとんでもないことなんですよ。中国だとこれどういうレベルなんですか？もう神レベルですね。皆さんファンで、3位。確かそうだよね。外ですごい囲われましたもんね。まあ、多分日本じゃ家庭がなかなかね、遠いんで中国って、こう壁があるという情報がね、まあ、中国ではこの2人が神、しかもゴッドなんで、ありえない、本来だったら2人がこう来てますんで、こんな機会また後でやっていきたいなというふうに思います。ということで、せーの、バーン！今
回、まあ、やっぱ中国に来て分かったのは、あ、もう日本ってほとんどやっぱ報道されないから。そうなんですよ。びっくりするぐらい報道されてないから、中国の金持ってマジヤバいんですよ。やっぱね、日本のテレビとかはどうせ来ないんで、あの、まあ僕らね、YouTuber がね、潜入した方が早いんじゃないかなと思って、はい、まあ時代が変わりましたね。もうテレビ局の時代に行って YouTube の時代だから。そうですね。まあ今後も、ちょっとこういったことをやっていきましょう。はい、ぜひぜひ。潜入しながらね、はい、ということで今後も中国の金持ちの生態に迫っていきますよ、はい、ということで、またお会いしましょう。バン、はい。